葉の縁にたくさんの子株ができる姿が特徴的な子宝草。弁慶草科の胡蝶の舞と子宝弁慶を交配させた品種です。子宝弁慶と姿が似ているのですが、子宝草は子宝弁慶よりも葉の先が丸みを帯びています。植え付け・植え替えには4月から5月頃か9月から10月頃が適しています。鉢の中が根でいっぱいになったら植え替えましょう。大きく育てたい場合は一回り大きな鉢に、そのままの大きさで育てたい場合は根を少し切って植え替えると良いでしょう。土が乾いてから葉にかからないようにそっと水を与えましょう。水を与えすぎると根腐れしてしまいます。逆に葉がシワシワになったら水が足りないとのサインです。様子を見ながら調整しましょう。秋から少しずつ水を与える頻度を減らしていき、冬は水やりを控えめにします。冬水が足りないと葉がピンク色になります。一度色が変わると戻らないので、様子を見ながら水を与えましょう。植え付けるときに土にゆっくり効くタイプの化成肥料を混ぜておきます。その後春と秋に月に1回くらいの頻度でゆっくり効くタイプの化成肥料を与えるか、10日に1回くらいの頻度で液体肥料を与えます。日当たりの良い場所を好みます。真夏の直射日光が強い時は半日陰に移動させますが、その他の時期は日当たりの良い場所を選びましょう。寒さに弱く霜に当たると枯れてしまうので、冬は発泡スチロールや新聞紙などで防寒対策の工夫をしましょう。その姿から子宝草を育てると子宝に恵まれるとも言われています。葉の縁から小さな子株が出てくる姿がとっても可愛いですね。